ベネディクト・ディボフスキー、ベネディクト・ディボフスキーは、ポーランドの博物学者、医師である。帝政ロシアのミンスク県のアダムリンで生まれた。タルト大学、ワルシャワ大学で医学を学び、後に、ベルリン大学で古生物学、植物学、医学を学んだ。海洋の魚類、甲殻類の研究のための野外調査も行った。ワルシャワ中央学校の自然科学の教授に任じられた。 1864年にロシア帝国に対する武装放棄に参加した罪で起訴され死刑判決を受けた。あと22年のシベリアでの強制労働に減刑された。シベリアに送られた後、シベリアの自然史の研究を始め、1868年に死政官によって病院の医師として働くことを条件に市民権を回復し強制労働から解放された。 フルツークの小さい村に住み、バイカル湖の詳細な科学調査を行い、ロシア地理学会の支援を受けた。1879年から、サハリニやカムチャッカへの様々な調査探検を行い、医者としても働いた。1883年に当時、オーストリア・ハンガリー帝国の領地であった、現在のウクライナのリビウに移住し、リビウ大学の動物学の教授となるが1906年に、 大学当局と不和になり退職した。第一次世界大戦が始まった後、リビューは、貴族が様々な国家に移り変わり、リボフスキーはいくつかの混乱に見舞われることになった。1927年に、ソビート科学アカデミーの会員に選ばれ、1921年には、ワルシャワ大学から名誉博士号、1923年に、ビリニュス大学から名誉博士号を受けた。 97歳でリビューで没した。ロシア語、ポーランド語、ドイツ語で、生涯175の動物学の論文を執筆し、多くの動物の種を記載した。1926年に、横エビの種の学名にギャマークアンソスカイタダーモギャマース、ローリカタベーコレンシス、シエミンキークシキーナギャマース、シエメンキウイタイなどの長い、学名を付けた逸話があるが、これは無公名になっている。 いとこにアフリカ探検をしたフランスの農学者ジャン・ディボフスキーがいる。ディーブは植物の学名で命名者を示す場合にベネディクト・ディボフスキーを示すのに使われる。ありがとうございます。